内航海運とは、国内貨物の海上運送のことを言う。内航海運業法の第二条において、この法律において、内航運送とは、次に掲げる船舶以外の船舶による海上における物品の運送であって、船舶港及び陸洋港のいずれもが本港内にあるものを言う。一路海のみを持つて運転し、または、主として路海を持つて運転する船に漁船法、 第2条第1項の漁船と定義されている。2012年度の輸送トン数は365992000トンで前年度比1.4%増。輸送トンキロでは1778億トンキロ、前年度比1.7%増。内航海運のシェアは輸送量では8%であるが、輸送活動量では43%を占める。 国内貨物輸送機関別シェア石灰石、石油製品、鉄鋼等セメント、砂利、砂、石材、化学薬品、肥料、石炭、製造工業品、自動車等の産業基礎物資9品目で、輸送トンキロの九十一パーセント輸送トン数の九十パーセントを占める。主要品目別内向輸送量二千十四年三月三十一日現在、五千二百四十九石。 360万9025総トン。選手別内向占覆量2014年3月31日現在、3641事業者であるが、うち、休止等事業者が476事業者あり、営業事業者は3165事業者。内向会運実事業者、数2013年10月現在、19893名。 55歳以上は4割を超え、高齢化が進んでいる、内向専人連邦構成。ありがとうございます。